昭和製鋼所、昭和製鋼所、塩和製鋼所、英語名、Showa Steel Worksとは、第一次世界大戦から第二次世界大戦までの間、満州で活動していた鉄鋼メーカー。私企業ではあるが、政府、軍に統制され、国策会社の色合いが強かった。本社及び工場は、安山に置かれた。製鉄所を安山に設置する計画は、南満州鉄道、満鉄総裁の中村忠公が1913年に日本政府に対して建議したことに始まる。満鉄は埋蔵量が豊富で水資源や交通の便も良い。この地が製鉄所の適地して日本政府に建設を申請し、1916年10月に許可が下りる。許可後の1917年3月に製鉄所は安山製鉄所と命名され、同年に着工された。建設にあたっては、張作霖からの便宜を得て、土地を収用し、用地は南満州鉄道付属地に編入されて、満鉄が一部の行政権を執行する形となった。1918年5月、満鉄社内の安山工場準備係と砂川口工場建設課を母体に、安山製鉄所が正式に設立された。鉄鉱石等の供給は、同時期に設立された日誌合弁の安山製鉄振興公使が1919年4月に1号高炉の火入れが行われ、操業を開始した。しかし、操業後間もなく、第一次世界大戦の終結に伴い、世界的に鉄鋼需要が減少し、経営は難航した。加えて、鉄鉱石の品位が低かったこともコストを押し上げたが、これについては、技術的な対応や設備の拡充、2号高炉や選鉱場の建設により、2号高炉が操業開始した1926年以降はコストが大に下がり、製鉄所として利益が出せるようになった。1930年には3号高炉も操業を開始している。1932年、昭和7年年度の雇用は、製鉄所だけで約4900人、内訳では、現地雇用の満州人が約8割であり、周辺地域の基礎的産業の確立に寄与していた。経営が軌道に乗った頃、当時の満鉄社長である山本丈太郎は、さらなる製鉄設備の拡充を目指す中で、中華民国が輸出関税を引き上げる動きがあることを懸念して、日本本土に対しては、関税もなく運輸コストも低い朝鮮の新ウイジュに新たな製鉄所を設置する計画を着想する。1929年に新ウイジュの製鉄所のために昭和製鋼所が京城府、現ソウルに本店を置いて立されたが、間もなく計画は中止された。中止となった経緯については、当時の経済事情の悪化が原因とする見方と、日本の政権、田中義和内閣から浜口内閣に及び満鉄トップ、山本から千光にの交代を主因とする見方とがある。立憲民政党の浜口内閣が中止を決定すると、大陸では関税や奨励金などの問題も絡み、新ウイジュ、安山、大連の間で争奪戦となった。1931年、昭和6年、民国20年に満州事変が勃発。1933年、昭和8年5月に、短空停戦協定が締結され、日本と中華民国との間の武力紛争が落ち着いたことで、それまでの事情が一変し、安山となった。昭和製鋼所は1933年6月、本店を安山に移転の上、安山製鉄所を合併した。資本金1億円。1933年6月以降の本社は安山にあり、用地面積は270万坪。年産は鉄鋼採掘設備約169万トン、石灰石採掘設備44万トン、銑鉄製造設備約45万トン、銑鋼設備約66万トン、外炭設備約46万トン、精鋼設備、鋼塊約40万トン、その他溶業、動力、給水、運輸、熱管理などの諸設備、各種副産物製造設備など。安山製鉄所は主に蘇鉄を利用して、安山地区の1934年の最高量は95万トンに上った。1935年度の生産鋼は、銑鉄47万1725トン、小結鋼50万1120トン、外炭48万471トン、硫暗7715トン、鋼塊21万1564トンなど。従業員は、職員、雇員約3900名、その他従業員に1万7004名。1937年、満州国内で南満州鉄道の影響力が強くなりすぎることを恐れた関東軍が相川義輔を招致する。相川は持ち株会社である満州重工業開発を設置して昭和製鋼所も南満州鉄道から譲渡を受ける。1944年4月、本渓湖スス鉄工士、東変動開発会社、光建設局とともに満州製鉄株式会社に再編統合され、満州製鉄安山本社となる。1945年、第二次世界大戦での日本軍の敗北により、満州国は崩壊し、昭和製鋼所も廃止された。1931年から1932年の満州国内の製鉄の総生産量は約100万トンで、およそその半分は昭和製鋼所で生成されていた。1941年の資料によると、昭和製鋼所の生産力は175万トンの製鉄と100万の製鋼が可能とある。1942年には全体で360万トンの生産が可能になって、世界的にも有力な製鉄所に発展していた。この生産力は当時日本国内の製鉄総生産量の大半を占めていた日本製鉄や和田製鉄所と比べても遜色はなく、当時の日本の勢力圏内では八幡製鉄所に続く第2位の生産力を誇っていた。また生産力の向上に伴い、昭和製鋼所の製鉄可能量は安山地区の産鉄量を上回っていく。これに伴って昭和製鋼所のビジネスモデルは従来の安山地区の鉄を製鉄して出荷するから、中国東北部、華北、朝鮮王も含むの鉄を製鉄して出荷するに変化していく。つまりこの過程で昭和製鋼所は特定都市の一企業からその地方を代表する企業に成長していったといる。ただし、増産の要求を満たし続けることを可能にした原動力として現地の中国人労働者の過酷な労働実態もその根底にあった。太平洋戦争中はその戦略的重要性から、1944年7月以降、成都市を基地とするアメリカ陸軍航空軍の B-29 による爆撃を受けており、昭和製鋼所は減産を余儀なくされた。ただし、日本国内への爆撃が軍需設備の壊滅目的だったのに対して、昭和製鋼所への爆撃は燃料系統の破壊など、操業できなくさせることを狙った爆撃であったため、設備の直接被害はそれほど大きくなかった。日本の陸軍は昭和製鋼所防衛のために陸軍の飛行第104戦隊の中から第1中隊を派遣した。この中隊には正式採用間もない4式戦闘機が配備されていた。爆撃を行った B-29 のうち、ハワード・ジャレル大尉の操縦する機が日本の陸軍航空隊の攻撃を受け損傷したが、日本軍の支配地域ではなく中立国だったソビエト連邦のウラジオストクに着陸した。しかし、乗員全員が逮捕され、B-29 は捕獲された。この機体の研究は、ツポレフツ -4 戦略爆撃機が誕生するきっかけになった。1945年8月、太平洋戦争の終戦と満州国の解体に伴い、昭和製鋼所も事実上の解体を迎える。施設は進駐したソ連軍に接収される。当初ソ連軍は施設の維持、再操業を考えていた。これは中国共産党との連携を前提にした行動であった。しかし、共産党軍が東北地方で勢力を拡大することを恐れた国民党軍。アメリカ軍は反発をす。時期的には東西冷戦の影が見え始めた頃であり、チャーチルの鉄のカーテン演説はこの少し後、西側との関係悪化を危惧したソビエト連邦は、ほどなく方針を転換し、設備を解体して、ソ連国内に持ち帰り始めた。めぼしい設備を接収したソ連軍は、1946年2月に撤収する。だが、終戦当時世界有数の製鉄所だった昭和製鋼所は、国民党軍、共産党軍にとっても戦略上の重要拠点であった。ソ連軍が引き上げた直後は八筋軍が管理したが、1946年4月に国民党軍が接収。その後1948年2月末に八筋軍が奪還するも、内戦の継続で製鉄所の再建ははかどらず、共産党軍支配にようやく落ち着いたのは、1948年10月31日である。昭和製鋼所は、安山鋼鉄工士、現、安山鋼鉄集団として、業務を再開する。とはいえ、ソ連軍による主要な設備の撤去と数年来の内戦によって、施設の再開は簡単なことではなかった。操業再開は1949年7月9日である。安山鋼鉄工士は上海だから工集団に、その地位を奪われるまで、長らく中国国内で最大手の製鉄業者であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。